YouTube T です。吹き比べのビデオをたくさん見てくださってありがとうございました。今回のビデオではアドリブ、ソロのコツ、フレーズをみんなにシェアしていきたいと思います。このソロのコツには3つ点があるので最後まで見てくださいね。まず1つ目の点、アドリブはソロっていうんですけど、本当は自分が作ったメロディーなんです。たくさんのジャイアントとかキャノンボールアイドル、ジョン・コルトレーン、チャーリー・パーカーを聞くとすごい、あ、これいいソロだなって思う時ありませんか？それはこの人たちは自分がソロしているっていうんじゃなくて、自分は新しいメロディーを作ってるって考えてるんです。例えばスケールをソロに吹いたらメロディーに聞こえますか？例えば C メジャースケール、これを吹いたら、あ、これいいソロだなと思いませんよね。だからこれはどう考えてもメロディーじゃありません。例えばセントトーマスとか全然スケールじゃないですよね。だからソニーローレンズもかっこいいソロができるんです。次は2つ目の点、ソロに隙間を空けてもいいんです。たくさんの人は、あ、ちょっと隙間が空いちゃったな、全然ダメなソロになっちゃう。それは違う考えです。正しい考えはソロに隙間をたくさん空けてリズムセクションがそこをフィルできるように作ってるだけです。例えば自分がパーパーって吹いて、ドラムがドドン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 って吹いたら、弾いてくれたらすごい結構かっこいいソロになるじゃないですか。例えばソニー・ローレンズのセント・トーマス、前にも言ったんですけど、セント・トーマスはダル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 って、その後にちょっとだけ隙間を空けます。その時にドラムがドンドンドンって入って、その後からセント・トーマスのソロをソニー・ローレンズがかっこよくあと吹きますけど、それは隙間を空けてるから新しいメロディーができるんです。最後に3つ目の点、ソロの中にもうたくさんのすごい速いフレーズはもちろんいいんですけど、もっとかっこいいのが、自分が、あ、これ吹いたらもう一回同じことを吹けそうだなっていうフレーズをたくさん吹いていくと、いいソロが出来上がっていくんじゃないかなと思います。例えばすごい速いフレーズを終わってちょっと隙間を空けます。そしてその隙間の後にまた速いフレーズをやると、ちょっとモチーフといって、あ、またやったなって思われて、あんまりいいソロにならないんですけど、少しずつダラって2つの音だけを吹いて、その後にまたダラってやってリピートするときに新しい芸術が生まれるんです。例えばもう吹いて、その後にちょっと隙間を空けます。そしたらそれは絶対に、あ、僕これもう一回吹けるなって分かってるから、メロディックなフレーズが来ます。皆さんいつもメロディーを聴くときに、あ、これ吹けそうだなって、めっちゃ速いスケールとかがないからこのメロディーは全然吹けそうだな。例えば枯葉を吹いてるときにダラッタッタラララッタだけじゃないですか。すごいダラララララって速いスケールはないでしょ。だからこのメロディーの中にはたくさん難しいフレーズももちろんいいんですけど、メロディーだからたくさんリピートのできるソロを吹いてみてください。はい、今の3つの点を皆さんにシェアしていきました。さて、この3つの方法はあると言っても、どうやって練習すればいいのかと思ってる皆さんは、これからお伝えします。まず1つ目の点、ソロはメロディーだ。この練習法とは言わないんですけど、たくさんのスタンダードを聞いてみてください。コンファメーションとかセント・トーマスとかブルーボッサとかサマータイムとか、たくさんスタンダードがあるので、ちょっと YouTube に行って聞いてみてください。2つ目の点、隙間は空いてもいい。僕がいつも練習してるのは、YouTube に乗ってバッキングトラックを探すことです。このバッキングトラックを探すことで初めてすごい簡単なフレーズを吹く。そしたらバッキングトラックのコードを聞いて、ダンダンって自分でそのソロの中のリズムセクションが何を弾くかっていうのを想像してみてください。まずたくさんバッキングトラックで吹くことです。
はい、3つ目の練習法、たくさんのリピートを吹くことだけではなく、ただ自分がこのスケールに一番合ってる音をちょっと見つけてみてください。例えば G メジャーでスタンダードする音は何でしょう。 G メジャーは C メジャーと全く同じなんですが、一つだけの音 F シャープが違います。だからF シャープだけがスタンダードするから、このソロをしてるときに G メジャーってきたら F シャープのが入ったリピートのフレーズはいいんじゃないですか。例えばご視聴いただきありがとうございました。これからもサクス関係の動画をどんどん作っていくので、チャンネル登録とグッドお願いします。 T でした。